江璃花子さんは日本の競泳選手であり、2018年のアジア競技大会で個人種目4冠を達成し、日本のスポーツ界を席巻しました。また、2019年には世界選手権で2つの銅メダルを獲得しました。今回は池江璃花子さんの面白いエピソード50選を紹介します。1. 初めての海外での失敗。池江璃花子さんは、璃花子、池江、と言われているが、その時は、璃、花、子、い、ひ、と発音されてしまい、周りの人々に笑われてしまったそうです。2. 海に入ることを拒否していた。池江さんは幼い頃、毎日海に入ることを強く拒否していました。池江璃花子さんが海に入るのは、7歳の時に初めて海水浴に行った時だそうです。3. あだ名。池江さんはトレーニング中によく転んでしまうため、コーチから、転倒王、というあだ名を付けられました。その後、池江璃花子さんは転倒しなくなり、コーチが、転倒王、と呼ぶのをやめるようになりました。4. チョコレートが大好き。池江さんは食べ物が大好きで、特にチョコレートが大好きです。池江璃花子さんは試合前にチョコレートを食べることが習慣になっているそうです。5. 試合前のマッサージ。試合前に必ずマッサージを受けます。池江璃花子さんは競技に集中するために、身体をほぐすことが大切だと語っています。6. 料理好き。池江さんは母親とよく一緒に料理をすることがあります。池江さんは特にオムライスを作るのが得意だそうです。7. 競技中の笑い声。池江さんは競技中、よく笑い声を上げることがあります。競技を楽しむことが大切だと考えており、笑い声を出すことでストレスを解消しているそうです。8. 髪のセット習慣。池江璃花子さんは自分の容姿にも気をやっており、試合に臨む前には必ず髪を整えます。9. 自分自身に厳しい性格。池江さんは自分自身に厳しく、失敗を恐れない性格です。池江さんは常に自分自身に高い目標を設定し、そのために日々努力を続けています。10. 会話する競技中、池江璃花子さんは自分の状態を確認し、競技に対する集中力を高めるために、自分自身と対話をするようにしています。11. 猫好き。池江璃花子さんは猫好きであり、自宅には3匹の猫を飼っています。池江璃花子さんは SNS 上でも、可愛らしい猫たちと共に、写真を投稿していることがあります。12. 妹との仲。池江さんは妹との仲が非常に良いことで知られており、妹と一緒に過ごすことが大切だと語っています。妹と一緒に映画を見ることや、一緒に食事をすることが好きだそうです。また、妹が池江の応援に駆けつけることもあり、姉妹の絆は非常に強いものとなっています。13. 旅行好き。池江さんは旅行が好きであり、特にハワイに行くことが好きだそうです。池江璃花子さんは休暇を利用してハワイに行き、ビーチでのんびり過ごしたり、ローカルフードを楽しんだりすることがあるようです。14. 英語力。池江さんは英語力に自信があり、海外の大会でも英語でのインタビューに応じています。池江璃花子さんは英語の授業を受けることが好きで、高校時代には海外の語学学校にも留学していました。また、英語の勉強をすることで、海外の競技者ともコミュニケーションを取ることができるようになりました。15. 初めてのオリンピック。2016年のリオデジャネイロオリンピックに出場しましたが、その際は決勝に進出することはできませんでした。オリンピックは自分がまだまだ未熟だと気づかされた。でも、その経験を次に生かしていきたい、と語っています。16. オリンピックへの意気込み。池江璃花子さんは、2020年は自分にとって大きな年になる。東京オリンピックで金メダルを獲得し、皆さんに感動を与えたい、と語っています。また、オリンピック前には日々のトレーニングに加え、メンタルトレーニングも欠かさず行っています。17.
記録更新。池江さんは2019年の世界選手権で女子 100m バタフライで58秒19の世界新記録を樹立しました。池江璃花子さんは、長い間目指してきた記録を更新できてとても嬉しい、これからも自分自身を高めていきたいとコメントしています。またこの記録は池江璃花子さんの競技人生において大きな転機となった出来事の一つです。18、意外な趣味。競技以外にもボードゲームが好きだそうです。また競技においても戦略を立てることが必要であるため、ボードゲームでの戦略を考えることが役に立っているとも語っています。19、母親の影響。母親が元水泳選手であることから水泳に興味を持つようになりました。池江璃花子さんは母親から水泳に関するアドバイスをもらうことが多く、競技者としての成長にもつながっていると思います。20、ホノルルマラソン。2019年に開催されたホノルルマラソンに参加し、フィニッシュした際には多くのファンから祝福されました。21、コーヒー好き。池江さんはコーヒーが好きであり、試合前には必ずコーヒーを飲みます。カフェで友人たちと過ごす時間も楽しんでいます。22、輝かしい実績。池江璃花子さんは数多くの大会で優勝経験を持ち、世界記録を樹立するなど、その才能を存分に発揮しています。23、将来の夢。池江璃花子さんは競技者としてのキャリアが終わった後も人々の役に立つような仕事をしたい、そのためにも今後も様々な分野に挑戦していきたいとコメントしています。24、おしゃべりな性格。明るくおしゃべりな性格であり、池江璃花子さんはインタビューでも笑顔を見せ、ファンとの交流でもフレンドリーに接しています。25、オーストラリアでのトレーニング。池江さんはオーストラリアでトレーニングを行っており、オーストラリアのコーチから学び、より高いレベルでの競技を目指しています。26、クリスマスに食べるもの。池江璃花子さんはクリスマスの雰囲気を楽しむために家族や友人たちと一緒にケーキを食べることがあるようです。27、ニコニコ笑顔。池江は常にニコニコとした笑顔で周りの人々を元気づけています。28、オリンピック開幕式。池江は2020年の東京オリンピックの開幕式で日本選手団の旗手を務めました。開幕式で旗手を務めることができることはとても光栄なこと、日本中に感動を与えられるように自分自身にも期待しているとコメントしています。29、ファンサービス。池江璃花子さんは SNS 上でファンとコミュニケーションを取ったり、イベントに参加したりすることがあるようです。また競技後にはサインや写真を撮ることも欠かさず言っています。30、テレビ出演。池江璃花子さんはトーク番組やバラエティ番組に出演することが多く、その明るく元気なキャラクターが視聴者からの支持を集めています。31、グランプリでの優勝。2019年の競泳グランプリで女子 100m バタフライで優勝を果たしました。32、オリンピックマスコット。2020年の東京オリンピックのマスコットミライトはに似ていると言われています。池江璃花子さんはマスコットに似ていると言われることを嬉しく思っており、オリンピック期間中には共に写真を撮ることもあるようです。33、ファンからの贈り物。池江璃花子さんは贈り物を大切に保管し、贈り物に対する感謝の気持ちを忘れません。ファンとの関係を大切にしています。34、音楽好き。池江さんは音楽が好きであり、特にジャズやクラシック音楽を聴くことが多いそうです。競技前には音楽を聴くことが習慣になっています。35、インスタグラム。インスタグラムを積極的に更新しており、池江璃花子さんが投稿する写真や動画には競技中の様子やプライベートでの様子が含まれています。36、クイーンズバス。池江璃花子さんはクイーンズバスで移動することでリラックスし、競技に臨むための集中力を高めることができるそうです。37、
テレビ CM 出演、池江璃花子さんは自身が出演する CM を通じて多くの人々に自分自身を知ってもらいたいと思っています。38、母親のサポート。池江璃花子さんは母親が自分を支えてくれたことに感謝の気持ちを抱いており、今後も自分自身を高めていくために母親の存在が欠かせないと語っています。39、自撮り好き。池江璃花子さんは自撮り好みが好きであり、プライベートでの写真や競技中の写真など SNS 上で公開しています。池江璃花子さんは自分のファッションやメイクなども大切にしており、ファンからもそのセンスを高く評価されています。40、母校の先輩。池江さんは自身が通った高校の先輩にあたる競泳選手藤井聡太郎選手と交流があります。藤井選手から競技者としてのアドバイスをもらうことが多く、そのアドバイスが池江璃花子さんの競技人生に大きな影響を与えていると思われます。41、大学進学。池江さんは2020年春から早稲田大学に進学しました。競技者として活躍する一方で学業にも力を入れ、両立していくことを目標にしています。42、ジブリ好き。スタジオジブリのアニメが好きであり、特に隣のトトロがお気に入りだそうです。43、シュールなユーモア。池江璃花子さんは SNS 上でシュールなコメントを投稿することがあります。44、おしゃれなファッション。池江璃花子さんは競技中でもおしゃれな水着を着用することが多く、そのセンスが多くの人々から注目されています。45、ボランティア活動。池江さんはボランティア活動にも積極的に取り組んでおり、被災地の支援活動や環境保護活動などに参加しています。46、ファッションセンス。池江はファッションセンスが高く、競技中の水着や競技後の衣装にもこだわりがあります。47、ピアノ演奏。池江璃花子さんは音楽が好きであり、ピアノを弾くことで自分自身を癒すことができると考えています。48、親友との関係。池江璃花子さんは親友たちとの交流を通じて自分自身を成長させています。49、メイク。池江はメイクにこだわりがあり、競技前には必ずメイクをすることが習慣になっています。50、オンライン授業。2020年の新型コロナウイルスの影響により、早稲田大学での授業がオンライン授業になったことを受け、大学生活を送っています。競泳選手の池江璃花子さんに関する50の面白エピソードを紹介しました。池江璃花子さんは、スイミングに情熱を注ぐ競技者としてはもちろん、プライベートでは映画鑑賞や音楽鑑賞など、様々な趣味を持っています。池江選手は、今後もさらなる活躍が期待されています。池江璃花子さんがオリンピックや世界選手権で優勝する姿を多くのファンたちは待ち望んでいます。今後も池江璃花子さんがどのような活躍を見せてくれるのか、ファンたちは期待を寄せています。